私の方から役員会の概要を報告いたします。安倍総裁からは、先週の川崎の事件は大変痛ましく、お亡くなりになられた方のご冥福と怪我をされた方の一刻も早いご回復を願っている。このようなことを二度と起こさせないように、政府与党でできるだけのことをしたい。児童虐待防止法は先週衆議院で可決された。野党と折衝を重ねた国対をはじめ、与党の皆さんに感謝したいとのご発言がございました。幹事長のご発言は後ほど幹事長からお願いをいたします。森山国対委員長からは、今国会初めての QT は19日に開催する方向、丸山穂高議員の件では内閣府と外務省の説明聴取で新しい事実が判明してきたので、与野党の案を取り下げて新たな決議案を提出して協議の上、全会一致で決議したいとのお発言がございます。関口参議院国対委員長からは、10日決算委員会で全大臣出席の締めくくり総括質疑を行う、歳費について今週中にも可決しうる見込みができたので衆議院によろしくお願いしたいとのご発言、萩生田幹事長代行からは、6月6日に奇襲材木展を自民党本部で開催する、明日は、かりゆしの日、役員連絡会での着用をお願いするとのご発言がございました。松島広報本部長からは、侍の巨大ポスターを本日党本部の壁面に掲示をしたとのご発言がございました。それでは幹事長、お願いをいたします。今回のトランプ大統領の訪日はおかげさまで、この日米同盟の基礎がその実績を両国の国民の皆さんに理解をいただくというまことないチャンスであり、大成功に終わったということで、政府関係者の今日までのご努力を後にしたいと思っています。またこのよく言われる子供は国の宝だと言われる、まさにその通りだと思うんですが、その子供たちの安全が脅かされているということで、今議論は国内各地でとしているところであります。政府与党は協力して早急にこれらに対しての対策を実行に移さなくてはならないという責任を痛感をしております。こういったことに今後努力したいと思います。国会後の参議院選挙の準備を怠りなく対応することが、これはもう当然のことでありますが、今回は参議院選挙の意味合いが極めて重要な意味を含んでおる選挙であると考えるときに、この選挙に党は渾身の力を傾けて努力をしたいと思っておりますから、候補者諸君もですね、そのつもりになって、まなじりを決して戦いの先頭に立ってもらいたい。もしその姿が我々が判断して、あるいは選挙民の皆さんが判断して十分でなければ、告示までの日に直ちに交代させることもあり得る。再三申し上げている通りでありますが、交代は我々、厭わないと。それほど真剣な戦いであるということを申し上げておきたいと思います。私からはやはり以上です。それでは質問になりますか。はい、どうぞ。
事実審議会です。官庁、先ほど、参議院選挙に関しましてですね、極めて重要な意味合いを含んでいるというふうにおっしゃられました。で、参議院選挙はですね、政権 の、 中間評価的な意味合いということもよく言われますけれども、官庁、改めまして、今回の夏の参議院選挙にですね、含まれる意味合いというか、意義というものを、官庁、どのように見ておられますでしょうか。政権の存立にも極めて重要な影響、意味合いがあるというふうに判断をしているという故に、大変な意味合いを持っている選挙だということを申し上げているわけであります。ですから、これに参加する、これに立候補される候補者自身もですね、今までの候補者も皆そうですが、単に公認候補、参議院の場合、地方で公認してもらったら当選するだろうなんて、こんな甘い考えを持っている人はいなければ誠に幸いですが、おればこれは大変面倒な話ですからね。おる場合は候補者の差し替えも考えておくということを申し上げます。読売新聞もですね、同じ参院選の質問ですけれども、野党は1人区32のうち31人区で候補者が一本化しまして、1人区の決戦が予想されるところですけれども、自民党として、1人区含めて全体どのような戦いをしていくということでしょうか。どの選挙区も極めて重要ですから、真剣勝負で出ますが、今から何名当選したらいいとか何とか言いますが、自民党は政権党ですから連員当選をしていきます。それにもしふさわしくないとか自信が持てないとか県連が判断するような場合はですね、選手交代はあり得るということを申し上げております。はい、それで朝日の佐藤です。参院選に関連して質問します。静岡選挙区ですが、2人区ですけれども、立憲民主党が候補者を擁立し、国民民主党と立憲民主党が競合する選挙区になりました。自民党の静岡県連の中では、広島のように2人目の擁立を目指すべきだという声もあるようですけれども、副議長は静岡での2人目の擁立についてどのようにお考えですか。かつて一番最初に静岡県で、候補者を擁立した時代があります。2人当選したと思います。それはしかし両陣営が中道論の選挙をやって当選するんです。もう少し上品に言えば背中こすり合わせてやるということを言われたんです。そんな選挙をやって当選するんだって、ぼんやり2人区だから2人出すからいいだろうという、そんなんじゃありません。各党には大変重大な決意を、県連も本人たちもそれを覚悟する。県連がその覚悟があれば2人擁立するということも容認できるということ。東電2人擁立すべきです。2つに議席があるのに与党が1つにしか候補者は出せないって、そんなことはありません。あったりならない。北海道新聞の古田です。先ほどからですね、選手交代というんですね、いう幹事の言葉で強調されているんですけども、幹事の中で具体的にどこというのは言い切れたんですけども、そこに該当するような念頭における選手交代の区っていうのはあるんでしょうか。今みんな一生懸命頑張ってますから、今直ちに交代されないといけないところは頭に浮かんでおりませんし、
私の手元にもそういう意見があります。しかしこう申し上げておくことによって各県連はうちの候補はこのままでいいかということを一瞬立ち止まって考える、それぐらいのこと、まだ日があるんですから、決めたんだからしょうがないっていうね、やり方があるんで、それから候補者自身がね、やっぱりそういうことのご批判やご意見が集中してこないように、全力を尽くしてやっぱり頑張る、それは本人の当落なんていう問題じゃないんです。日本の国の政治がどっちの方向へ行くかということを決める重大な選挙で、それぞれの議席というものの重みというものを考えれば、身の引き締まる思いであるはずです。例えば、私でいいんだろうかというぐらいの反省をみんなが持たなきゃいけないですよね。我々も衆議院の公認をいただく立場でありますが、やっぱりこのことに対してね、本当に身を引き締まる思いです。その自分一人なんかね、それは何かの理由で負けたってしょうがない、ね。だけど、党の公認をもらった以上はね、そういうことがあってはならないっていうかね、もうヘッドスライディングでいけっていうことを私は言うんですが、我々自らもヘッドスライディングのつもりでね、セーフかアウトかっていうのは、後では、初めからラブラブセーフだっていうのは選挙なんかあるわけない。選挙というのはそんな厳しいもんですよね。まあ、皆さんはいろんな立場から、深い見地からご覧になってるんだろうけど、選挙というのは本当に厳しいもんです。そのことを勝ち抜く、そのことを住民の皆さんのご支援で勝ち抜いてくるからこそ、我々は、その人に対して敬意を払う、まあ、こういうことになっています。はい、どうぞ。福島さんですけど、はい、今日東京都連の方で支部長常任総務合同会議って都連内の代表者を集めた大きな会議がありまして、そこで来年の都知事選の、候補者選考委員会が立ち上がりました。幹事長、以前から早期の対応を求めておられましたが、候補者の選考委員会が立ち上がったことについてどのように受け止めておられますか。皆さんは東京都に候補者の選考委員会が立ち上がったということはニュースとして受け止めておられるかもしれません。そんなことは当たり前のことじゃないか。遅きに失したとは言いませんが、早いわけではありませんね。そのことはもっと前からやらなきゃいけない。3年前からやってなきゃいけない。だから、この上になると思うんですね。まだ間に合うわけですから、しっかりにやっていただいて、検討を祈りたいという気持ちです。はい、そこに関連して、幹事長は現状、小池都政を、小池知事の姿勢を評価しておられると思いますが、都連の候補者選考にあたっては、小池知事もいわゆる選考対象というか、候補者の対象と、自民党が擁立する候補者の対象として選考すべき。と考えになれますでしょうか。そういうことは都連が考えることです。都連が考えて判断することであって、46都道府県のそれぞれの県連の仕事に私がいちいちね、家庭教師みたいなことに一体回りますか。自分らで判断しなさい。よろしいですか。はい、よろしくお願いします。関連しまして、幹事長は金川に小池都知事が出馬を決断すれば支援するのは当たり前というような、支援するお考え示されていますが、その気持ちは今都連に選考委員会が立ち上がりますけど、お変わりはないという理解でよろしいでしょうか。私は党の人間ですからね、東京都連がこれからどういうことをなさるか、
よく検討して、その結果に、結果を見てですね、また次の施設で考えていくと。私はそんな固くなの考えなくて。しかし、校舎建てる場合に、現職の小池知事に校舎建てるっていうのは、そうですよ。建てる人は、NHK の関口です、はい。国会の会期に関連してお聞きします、はい。今のところ法案の審議はですね、これまで順調に進んできているんですけども、会期については幹事長、延長の必要性については幹事長どのように考えていますか。これは我が方の優秀な国対が考える。国対が相談した結果、また我々のことで相談の力で、その段階で判断。はい、毎日新聞竹内です、はい。都知事選についてですけども、知事選はオリンピックの前で非常に難しい時期に当たりますけども、幹事長はここでその、知事が出馬されれば応援するという考えを示してますけども、直前ということでやっぱり難しい戦いになるということで、そういう考えというのはあるんでしょうか。難しいというのはね、言い換えれば忙しい戦いがこっちで新選挙やる、ね、こっちでオリンピックやる、ね、東京都は能力ありますよ。東京都民の皆さんの期待にするのでは進むとだろうと思いますが、それを2つね、一時に別々ならこれは可能性があるんですけど、一時に重要なことを2つやらなきゃいけないっていうのは大変なことですね。ということです。あとは都民の皆さんと東京都連の皆さんが考えています。よろしいですか。はい。それではこれで幹事長の会見を終わります。はい。それではご苦労さんでありがとうございます。